はいいつもの峠の峠雑談です今回のお話はですね「不思議大好き斉藤ひとりさんのこと」というお話です。えー、っとですね、えー、僕が結構あの YouTube で楽しみにしている、えー、動画にですね、えー、斉藤ひとりさんという方がね喋、えー、ってる動画をあの結構ね毎日1回ぐらい見てるかないろんなチャンネルでねあの 斎藤藤一りさんの動画ってトリトリさんでどういう人かっていうとね、えー、と皆さんが知ってるんだったらねスリムドカンっていうあのダイエットサプリメントを覚えてる方いらっしゃいませんかなテレビでコマーシャルとかやってたんでスリムドカンの、ね、CM 見た方は結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどねあの銀座漢方研究所という会社の社長さんですね、えーえー、納税額が日本一をですね 12年間だったかな連続して、えー、達成された方ですねだからまあ日本一のお金持ちの一人と言っていいですかね、えー、そういう方ですただその斎藤一人さんがねあの、まあ、精神世界のことにねすごい、えー、詳しくてですねあの要はスピリチュアルな精神世界の話をたくさんね動画を YouTube にね上げてらっしゃるんですねえー、で、まあ、ご本人以外にもねまああの まあ斎藤ひとりさんはお弟子さんと呼んでるけどまああの銀座丸館のね、えー、まあ何て言うんですかね子会社って変ですけどねそういうとこやってらっしゃる社長さんですねたちもそのひとりさんがしゃべった動画をアップしてたりえー、まあ本人でねあの斎藤ひとりさんのお話ししてることをもう少しまたえー 噛み砕いてお話ししてる方もいますけどねそういう動画ですねまあ斎藤ひとりさんで YouTube で検索してみてくださいいくらでもね見れますんでね、あのー、でね僕は思うのはね斎、あのー、藤ひとりさんってこんなにこうその精神世界の話いっぱいしてて、あのー、いわゆる何て言うのかな信仰宗教とはどう違うのかなとか最初思ってたんですねただ普通ね信仰宗教っていうのはまあ宗教自体はそうですけど税金は1円も払わないんですねあの人たちってね。 っていうかそういうううかそ仕組みなんですねね法律的には、ね、だけど斎藤一人さんとしては日本で一番税金払ってる人なんですねだから僕はお金いりませんとお金は全然必要もないしただこれは精神社会の話はね自分の趣味で生きがいでやってるだけですというふうにはしきりおっしゃってますねでまあねお化けの話からね、まあ、あの人生相談みたいな話からね何からかんからいろんな話をね、えー、YouTube でやられてますももうすぐどれ聞いても 大面白いですしかもねそれあの解決策についてもねお話ししてるんで結局ね、えー、最終的にはためになるお話ですねあの人生においてそういう話をいっぱいしてますだから単にあの、まあ、不思議な話聞きたい人はねあの聞いても全然大丈夫だしそれとかあのお金がどうやったらもっとね儲かるのかなとか思ってる商売人の方とかね あるいは人間関係でね会社で悩んでる方とかそういう問題もあったらねそういう問題についてもね答えられてますね YouTube の動画でねだから一回見てみられるとねへえこういう風にすると解決するのかっていうのがねあの基礎点がある意味基礎点外ですね普通の、えー、一般的な人の感覚しか持てない人から見るとですねだと思いますだけど面白いですすごいでひとりさん自身もね自分のしゃべってることをねあの信じなくていいですよっていう 場合は聞いてるんですね。ものすごく面白いですね普通はね普通はだいたいそういう人ってあの絶対この話は信じろよみたいに言うんだけど逆ですねあの信じなくていいですよと夢物語を聞いてるような感じで聞いてくださいとそれでいいですよと言ってるんですねもうそこがすごいですよやっぱね <laughs> あのものすごく面白い人ですねある意味ねだから何て言うんだろう不思議な話のデパートですねあの斎藤仁さんのお話っていうのはね あの、人生に関わることから、お金に関わることから、いろんな、ね、難題事からね、え、いろんな悩みがある人は何でも、まあ、き、あの、一人さんの動画を見てみたら解決策が見つかるかもしれないですね。あるいはその、精神的なこととか、お化けの話ですね。好きな人も大丈夫ですね。大丈夫って言うか変だな。あの、礼がついたとかね、<laughs> どうとかとかね、あの呪われてるんじゃないかとかね。なんかそんないろんな、まあ、 ことまで含めてて精神世界の話多岐にわたってねあるいはもっと哲学的にねあの自分がどうしてこういうふうにこう地球にこうやって日本にこうやって生きてるんだろうとか悩んでる人とかねそういうことについてもある意味ひとりさんんのの動画を見見るることであの解決糸口が見えるかもしれませんねえ僕はねだいたい子供の頃から不思議大好きな子供だったんでねえネッシーとか UFO とかお化けの話全部好きでしたけどあのそういうことの結局何て言うのかな 答えみたいなのがね、あの、ひとりさんの動画を見てるとあるような気がしますね、僕はね。だから、あの、YouTube であんまり面白い動画がないなと思ってる人はね、斉藤一を1人で検索してみてください。サ藤普通のサイトですね。1人はね、数字の位置に人ですね。斉藤一人ですね。斉藤一人で検索してみてください。斉藤ひとりさんが、 えー、講演してる動画かな喋った内容の動画が、ね、ものすごくたくさんあると思いますそれに出てくると思いますんでね。はいといったことでねあの面白い動画見たいなと思ってる人はね斎藤ひとりさんの講演の動画、ね、あの喋られてる内容を聞くとふーんと思ってすごい面白いで聞き込まれると思いますね喋り方はね僕は落語家の人ですね落語家のしかも達人の人。 のしゃべり方にすごいこの人近いなと思っていつも感心して聞いてます。といったところでねまだねチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ごご視聴どううもありがとうございました